172号では右側のマジンガーブレード収納部を組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ02のブレード収納部 B の凸部をパーツ01のブレード収納部 A にはめ込んで接着します。次にパーツ01のブレード収納部 A にパーツ04のラッチ B を合わせ、パーツ06のネジで固定します。次にブレード収納部 A にパーツ03のラッチ A を合わせ、パーツ05のネジ2本で固定します。次に171号で組み立てた右ももの穴にブレード収納部のラッチ A と B の凸部をはめます。これで172号の作業は終了です。